皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。現在はですね、岐阜県と三重県の県境、この丹羽田山頂公園に来ています。ですね、この県境といえばですね、あれですね、東海環状道の、どこから行くんだったかな？東海環状道の、ちょっと待ってください。荷物持っていきます。はい、ということで、この区間というのはですね、東海環状道の養老インターチェンジと稲部インターチェンジの間の区間、東海環状道の最後の開通区間になると思われるポイントなんですけど、ここの景色が綺麗なんですけど、今三重県側からこっちに来ました。で、今回はそのここから岐阜県側、難関ポイントと言われる岐阜県側を下っていきますので、その車載動画になります。でですね、ここはちょっと奥まったとこなんですけど、夜景が綺麗なスポット。もうほんと何十年かぶりに来たのでね、見えますかね。もう無理かな。なんか下でやってる、すれ違ってる。ここ見えないね。こんなんだったかな。でも立ち入り禁止になってんだよな。車が入れないなってなっか。そうだね、乗り入れが禁止なだけ。ああ、こっちこっち。ああ、そう。こっちですわ。雲一つないですね、今日は。ああ、そうだ。夜来ると街灯一つないんですよね。あ、ここじゃないか。おお、どうすか。超パノラマ。はい、丹羽田山頂公園展望案内です。ちょっと広角に切り替えてみます。はい、ということで、それじゃあこれから下山してみたいと思います。超難区間ですよ、難区間。こっちのですね、東海環状は。こんなところ。はい、じゃあ今度岐阜県側に下山します。登山入り口っていうのもあるんですね。下りなのでブレーキ気をつけないといけないですね。中央分離帯が引いてある。北陸道が走るときはもちろんトンネルを掘るみたいですが、それでもやっぱちょっとボールは道のはずでしょうし、もちろん私の記憶があるときはこの辺こんな舗装されてなかったんですけどね。なんか紅葉のいい道になってんじゃないですか。
もっとあの砂利道だったんですけどね、私の知ってる時代。いい道になってるじゃないですか。これどこでトンネル作るのかな。ああ、崖崩れ起きてる、落ちてる。おお、こんなんまでできてる。なかったっすね。あのアスファルト舗装が頂上まで来てたのがちょっとあれでしたね。はい、通行止め区間も無事に抜けました。今越えてきた峠は左側ですね。で右側が養老インターチェンジになるので、右から左へと道路ができるみたいです。はい、ここを通るは左側ですね、施設ができるのは。養老インターチェンジとそんな変わらないですけどね、仕事もない道ですし。でもまあ海賊の方には利便性があるインターチェンジになるのでしょう。はい、ということで今日は例の東海北陸自動車道の最後の難関区間、時間がかかりますが、全線の開通がとにかく待ち遠しい限りです。ということで、最後まで見ていただきありがとうございます。今日は本当にいいお天気ですね。ということで、皆さんもご安全に。もしよかったらチャンネル登録もしてってください。バイバーイ。あ、そこ。手前は養老町のゴミ焼却場ですけど、その奥が性能総合の廃棄物、粗大ごみの集積場、何度か持ってったことがあります、トラックで。